久しぶりだなマスター。魔人セイバー無給の彼方より帰還した。ん、ちょっと待て、なんだこの感じは。おこれは一体何の冗談だ。これはあなたもしかして煉獄ですか。こんなに可愛くなってしまって。いやいや可愛いって、なんだこれ、声まで主みたいになってるじゃないか。そういえば私も少し小さくなっているような。まあいいです、煉獄ともどもよろしくお願いしますマスター。いいわけないだろう。って、なんか性格変わってないか、主よ。そうでしょうか。言われてみればそんな気もしなくもないですが。ああもうわけわからんが、とにかく主のマスターいろいろと頼むぞ。本当に水着が変化しました。そうみたいだな。煉獄の水着かわいいですね。かわいみです。何よいきなり。別に嬉しかないぞ。まあ主の水着もなかなかだと思うぞ。そうですか、ありがとう煉獄。マスターも喜んでくれるでしょうか。もちろん喜んでるよな。そうだった。私は抑止の守護者、魔人沖田総司。どうも頭がはっきりしないが、この姿の私は頼りになるはずだ、マスター。お？俺も元に戻ったのか。そうか。戻っちまったのか。まあ、これがいいことなのかどうかはさておき。主の手にあるこの姿の方がしっくりくるってもんだ。小さい煉獄可愛かったのにな。少し寂しいぞ。寂しみ。そういうのいいから。煉獄、さあ、あなたもマスターと一緒に遊びましょう。わかった、わかったから。何にせよ、どうせ夢なら楽しんだ方が得だしな。おい、主のマスター、特別に私を抱き上げる権利をやろう。それは私にしか許されないはずの特別な役割。さすがはマスター、もう煉獄とも仲良しこよしですね。せっかくなので、私も抱き上げてもらえればと思います。いや、さすがに重量オーバーだろう。って、まあいいか。このひとときを楽しむぐらいは主に与えられて叱るべきだろうなあ、主のマスター。いや、もう一人の私の主よ。なんだ、主のマスターとやらか。あっち行け。どうしたんです煉獄、もしかしてマスターが苦手。そんなんじゃないから私に構わないでくれ。すみませんマスター、難しい年頃なんですね。難しみです。だからそういうんじゃないって。なんだよ、まだ私に用があるのか。マスター、煉獄はご機嫌斜めのようです。アイスでも買ってくれれば機嫌が治るかもしれないのですが。それは主が食べたいだけだろ。どうしてそれを。いいからアイス買ってやってくれ、主のマスター。どうして煉獄はマスターと仲良くしてくれないんですか。いや、してるだろう。ほら、アイスとか買ってもらってるし。そういうのではなく、なんというか壁を感じます、マスターと煉獄には。気のせいだ、気のせいな。主のマスター、仲良しだよな私たち。
なんなら揃いのステップでも踏んでやろうか。ふんふんふんと。まあなんだか釈然としませんが、まあよしとします。煉獄と私は一心同体。どちらが欠けても魔人セイバーとしての力は発揮できないでしょう。ですから煉獄ももっとマスターと仲良くですね。わかったわかったから、主のマスターに押し付けるのをやめろ。くっつくのは嫌ですか。では手をつなぎましょう。って、いやそれはなんというか誤解されないか。さあ三人で手をつないで食堂に行きましょう。主のマスターよ、覚悟しておけ。何をとは言わんが。主のマスターよ、ちょっといいか。何、真面目に聞く必要はない。子供が見た夢の話をすると思って聞いてくれればいい。それでだ、主が少しいつもと違うというか若干性格が変わっていることについてだが、あれは変わっているんじゃない、なんというか戻っているというべきか。本来の主は人の身から全てを削ぎ落とした決戦英霊。そう、言葉や感情すら必要としない、そういったものだ。だが私にその力を分けたせいか、削ぎ落とされたものが少し返ってきたんだ。本来ならそう生きられたかもしれない、ほんの少しの可能性、幻のような時間だ。いつまでこの状態でいられるかわからないが、どうかこのひとときだけでも今の主をあるがままにさせてやってくれ。いやすまんな、わけのわからんことを言って。おや、煉獄とマスターで内緒話ですか。私も混ぜてくださいよ。いやもう終わった。そんな。この姿の主は言うなら決戦仕様の重装型主だ。通常の主を機動力重視のバランスタイプとするなら、この姿の時は攻撃力重視のパワータイプと言える。その上高い防御力も兼ね備えている。まあおかげである程度機動力は落ちるがな。ということらしい。主も自覚してね。ところでこの鎧、いつもより上半身が動きやすくていいな。防御力は落ちているように見えるが、盾との兼ね合いを考えると理想的なバランスなんだぞ。そうなのか。そうなの。そもそも俺のことを剣だと思っているようだが、それは少し違うぞ、主のマスター。俺は主の戦闘をサポートする総合的な戦闘補助システムのようなものだ。与えられた戦況に応じて装備の換装を行い、主を従前の状態で稼働させる。言うなら主専用のオペレーションシステムといったところだな。この格好は煉獄の趣味だったのか。そういう言い方やめて、誤解されるでしょう。せっかくなら海に行かないか、マスター。一応この姿は水中戦にも対応できると煉獄が言っていたし、浜辺のかき氷も気になるからな。主のマスターよ、この格好で連れ歩くのも見た目にどうかと思うから、鎧は引っ込めとこうか。いいのか。今日は妙に優しいな煉獄。優しみ煉獄だぞ。まあたまにはいいだろう。浜辺でかき氷食ってたら世界の敵が現れるとかないだろうし。いやありそうだな、主のマスターなら。マスター、私にとってこのひとときはおそらく幻なのだろう。煉獄は内緒にしたいようだが、私にはわかる。いずれ無休の彼方で消え去る私が見た刹那の夢、そんなところだろう。だがそれはとても楽しい夢だ。悲しむことなど何もない。とても、とても楽しい夢だった。